京極康事は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。若狭国尾マ藩の初代藩主。京極氏は、北大江の守護で本来は、浅井氏の主筋にあたるが、進化の浅井氏の下国城を受け、その力は大きく衰えていた。康事は、その日後のもと、浅井の居城内で生まれた。後に、妹、龍子が、 豊臣秀吉の側室となり、ヨドデンの妹の初を正室とした。そのため彼女たちの七光で出世したとされ、蛍大名と囁かれた。しかし、決して無能な人物ではなく、大津城の戦いでは、巨城の大津城にこもって一万人を超える西軍の軍勢を食い止め、関ヶ原の戦いの主戦場へと向かわせなかった。 戦後、その功により、若さ一国を与えられて国持ち大名となり、弟、高知と並んで、京国家を再興し、近世大名家としての礎を固めた。永禄六年、京国高吉と京国マリアの長男として、朝石の居城である、大見国の大谷城京国丸で生まれる。幼名は、小星と称した。元気元年、父。 高吉の人質として、岐阜の織田信長のもとへ送られた。高吉は、信長の軍勢への招きに対して、上平寺城に誠意そりをして応じず、代わりに着手を差し出すことで、威信のないことを示したのである。孔子が人質生活を送っていた頃、京国高吉、マリア夫妻は洗礼を受けた。 安土城下のセミナリオで説教を40日間続けて、聞き受選したという。この時信長に仕えていた、11、2歳の幼い子息、すなわち工事も受選する予定であったが、見送られた。受選後間もなく、高吉が急死し、キリシタンになったことが、神仏の罰を招いたと恐れられたためである。玄服後は、工事と名乗り、そのまま信長に仕えた。 本能寺の変後の山崎の戦いでは、孔子は、孔子の妹、龍子の婿、武田元明と共に、本孔寺で信長を襲った、明智光秀に通じ、天正十年六月、長浜城に出陣した。このため、豊臣秀吉の追武を受ける身となり、孔子の叔父であり、岐阜でもある、浅井長政の妻、死が再下していた、柴田勝家の元に逃れたが、翌年、 勝家は、静ヶ岳の戦いで、秀吉に滅ぼされた。秀吉の側室となった妹、竜子の単元などにより、工事は許されて、秀吉に仕えることとなり、天正十二年に、大見国高島軍二千五百国を与えられる。翌々年には五千国へと加増された。さらに同年の九州平定での功により、一万国に、 加葬され、大溝城も与えられて、大名となった。天正十五年、京国家の旧家臣である浅井家の娘、初を性質とする。工事と、初は、いとこ同士であった。天正十八年、小田原征伐の功により、大見八万山城二万八千国となり、翌年に、豊臣秀寺が、関白に就任すると、十五位下地州に任ぜられる。 文六四年には、大海大津城六万国へと仮増され、十四に左近江少将にも任ぜられた。大津城は、明智光秀の坂本城の後継として、秀吉の親族である、浅野長政が築いたものである。滋賀郡にある南西大海のようの城であった。翌年には、橋場の苗字交渉も許され、豊臣政を貸しされ、十三未参義に任ぜられる。 この頃の工事の出世は、自身の功ではなく、妹や妻の尻の光によったと言われ、工事は、影で、蛍大名と囁かれた。しかし、大見国支配を円滑に進めたい豊臣家は、浅井家以前に、大名橋場家の創創地である北大見の代々の、領主であった京国家の名簿を利用する目的があった。秀吉が没した後の慶長5年、 徳川家康と石田三成の対立が深まっていた。そうした中、合図の上杉影勝を撃つべく大阪を立った家康は、翌々日の6月18日に大津城へと立ち寄り、工事は家康から上杉征伐の間のことを頼まれ、弟の京国高知と家臣の山田大井を家康に伴わせる。しかし三成も家康を撃つべく初代名を誘っており、 工事は、宇治家えゆと、く木本もから三つなりの西軍へ属することを求められる。これに対して、家康の東軍からも、再三の書状により大津城の剣士を頼まれる。工事は、大津城の守りが弱いことから一旦は西軍へ属することを決め、大阪へ、着手の熊丸を人質として送り、大津城を訪れた三つなりと面会する。 しかし、関ヶ原への出陣に備えつつ、西軍の動向を東軍に伝える。ただし、三栗や義道は、こうした工事の行動は、家中の親西軍派への配慮や万が一の京国家の生き残りのための策であって、一貫して東軍方として行動していたと解釈すべきとしている。なお、東軍諸将の間では、工事が、 東軍についていることは7月の段階で広く知られていたが、石田三成ら西軍諸将は、工事と豊臣はじめ門との関係から西軍に加わるものと思い込んで工事が牢城を始めるまで東軍についていた事実に気づいていなかった。9月1日、工事は西軍と共に大津城を立ち、2日には越前国の東野へと至るが、ここから海図を経て、 船で、大津城へと戻る。三日、城に兵を集め兵糧を運び込み、牢城し西軍を抑える旨を、家康の重心である、井伊直政に伝える。工事の行動は、即大阪へと伝えられ、城近くの大阪関にいた、毛利元康軍が、大津の町へと攻め寄せた。さらに立花宗茂軍がこれに加わる。七日、 西軍の寄せ手は1万5千とも3万7千とも4万、とも言われる数に増し、大砲が撃ち込まれる。11日夜、家臣の山田大井、赤水守らは寄せ手に野衆をかけ戦火を得るが、12日に、堀は埋められ、13日には、総攻撃を受け、工事自身も応戦するが2箇所にあり傷を受け、3の丸、続いて2、2の丸が落ちる。十四日、 和平の使者が送られるが工事は拒否した。しかし、北万所の使者、構造数を受け、老身の黒田伊予の説得もあり、高野さんの菊井、王吾の仲介のもと夜になって降伏した。最終的に、大津城の陥落は、軍事力による制圧ではなく、大阪城からの使者の説得に工事が応じて、降伏、解除したと言える。工事は一命を助けられ、 高野山に登って出家することとなった。15日朝には城に近い恩城寺で停発し、70人、ほどの兵と共に、宇治へと去り、その後高野山に入った。一方、開城したその日に、関ヶ原の戦いが起こり、西軍の敗北となった。結局、工事の牢状により、足止めされた、森本康及び立花宗茂らの軍勢は、 移動に時間がかかったため、関ヶ原に参陣することができなかった。関ヶ原の戦いの後、徳川家康は、西軍の軍勢を大津に引きつけて、関ヶ原へ向かわせなかった康子の功績を高く評価した。康子は、いい直政からの使者を受け、早々に、高野山を降りるように伝えられる。はじめ孔子はこれを断ったが、さらに、山岡道網を送られ、 それに、弟のコーチも加わった説得を受けて下山した。コーチは、大阪で、家康に会い、若さ一国八万五千国へ、火蔵店舗され、後せ山城に入る。慶長五年十月に、オバマに入り、翌年には、大見国高島軍のうち七千百国が火蔵される。大阪の陣を控えた、徳川家康の命により、コーチは新たに、 日本海と北側と南側に囲まれた雲品に、未上場に、似た、小浜城を築き始めた。また、後瀬さんのふもとに残った城石と武家の屋敷を、町屋として、街路を整備し、新たな街区を設けるなど、小浜の城下町を整備した。家康からの信任も扱ったようで、以下の書状を受けている。り紙。ことに生酒到来執着のイタに騒 はたまたその国行きぎえども小国公、ここもとて寄せに、公館、先進上皇ところ。五期にいる魚優付の優勝公、左右公得者、渡る礼満足公、なお、いい兵部小遊さる公。コワゴア金言。十月十四日家康。京国最小殿。家ズス会の、千六百一年度日本連邦には、工事及び、 性質の発が受選したとの記事がある。1601年10月から1603年2月までの出来事を報告した1602年度日本連邦には、本年、我らの大いなる喜びとともに、京国マリアケア学、マリアの息子、若さの殿である最小殿聖騎士殿がキリシタンになった。この日本のキリスト教会は、 長年なかったあの平和を保っているので、あの国でも、また彼の兄弟で、キリシタンでもある修理ズ図由里殿の量する単語でも、大きなキリスト教会が作られ、神の方が大いに述べられるようにと工事の受選を、弟、高知の様子とともに明記している。家康は慶長7年9月ルソン、総督宛て旬上で、外国人が、外国の方を持ち込むことを禁止したが、 国内向けにも、紀人の入信禁止を断言した。しかし、同時期に家康は宣教師を介在させる、必要のあるルソン貿易に取り組んでいたため、紀人の入信禁止令は、厳格に守られなかった。京国家の改修は、公にはされていなかったようで、1603年度日本年報には、都の近くに、京国マリア加え江が旧度の、マリアの人の息子がいる。 おのおの一国を有し、彼らと彼らの奥方も、洗礼を受けているが、久保様を怒らせるのではないかという不安のために、そのことを、あえて公表していないとある。慶長14年5月に47歳で没し長男、忠だが後を継いだ。高野山奥の院には、大津城で打ち死にした22名の家臣を供養する、石碑が、 慶長5年9月13日の日付とともに残っている。黒田伊代と山田大井はその行動から重心であったと考えられる。他には、大津老城戦の9月1日に、城下町を戦に備え焼いた者として9月11日に、寄てに野修をかけ戦火を得た者として9月13日に、戦死した者としてらが伝わっている。後瀬山城の下館であり、 若狭武田氏の守護所であった地を、京極氏も日常の居所として使用していたが、工事の死に伴い、その地は、工事の菩提寺の敷地として使用されることとなった。工事の改名にちなみ、体育モデラと命名されたが、後に、堺市により空院寺と改名される。工事の嫡男である、京極忠敬は、若狭から出雲、沖に家造違法となったので、 出雲の松江城下の宝亀山安国寺に、父、孔子の供養塔を建立した。現在もその宝鏡院塔が残されている。滋賀県前原市の特元院にある石病及び、内部の石塔は、漢文11年に、子孫の京国高豊が建立したものである。ありがとうございます。